さあ、この敵フェーズはそんなにしんどくなかった。いや、同じような感じで戦って大丈夫なんじゃないか。まあ、こいつ倒すじゃん。いや、言うてこれもうあれだな、おじさん。いや、でもおじさんも必殺剣使えないからな。敵が死にかけてるから、まあ、ドラゴンを一剣にして、まあ、こいつを、まあ、結局火で倒してるってことは、バーニングアクス、そういうやつだよね、もらうのね。まあ、他の属性でどうにかしたかったけど、もう大砲に喧嘩打ってる。まあ、大砲しかいねえや。大砲2体だ。まあ強くなった。いや、守備力上げててもカタパルトのダメージまあまあ痛えな。防御無視でダメージ当ててんのかもしんないけど。で、あとはもう移動してドラゴン池にして、まあ、敵の大将を攻撃しようが大砲を攻撃しようがもうどうでもいいや。あー、出た、この緑色の小人みたいなやつ。まあ、言うて今のターンで回復してもくれてるから、多少はね、多少は体持つはず。で、こいつも移動できるところまで移動して、こんなんで、このアイスドラゴンの戦い方を本当にもう他のドラゴンたちも見習ってほしいよね。このノーダメージ戦法で移動して、消して破壊ってさ、射程が短すぎるんだよな。なんか、わさの名前変わってない、ウニウニファイアレベル10。これあれか、つけてるドラゴンによって技の名前とかも変わるってことか。こいつどっち行った？ああ、大砲の方。まあ、こいつにかかればワンパンだよな。暗黒の力レベル10。さあ、闇魔法でもう一瞬で片付けて、いや、なんならこのツインヘッド一体でこいつ仕留められるよな、わざわざ俺が行かなくても。で、ラッシュが一応死にそうだから、まあ回復させて、必殺剣が足りないから、いや、 MP 回復すればいいんだろうけど、ちょっとそれもしんどいな。いや、まだ敵の HP がいっぱいあるから、まあ、人間が攻めるよりドラゴンに攻めてもらった方がいいよね。こいつの残りの側近2体がなくなってからでもいいと思う、人間が近づくのは。まあ、不用意に近づいてはいけないよな、こういう強い輩相手には。さあ、で、これでまた敵フェーズ。まあ、言うてそこまで強くないから全然いけるはず。あー、でもサンダーホーク HP それなりに出てきたか。サンダーホーク一回引っ込めた方がいいかもしれないね。オッケー、ナイス回復で、ツインヘッドを、待って、ツインヘッドって、あ、まあいいか、こいつはあんまり関係ないから移動させて、言うて遠距離攻撃しかしない。で、ここに来て好戦的な対応するの何なの、アイストラゴン。前回のパート一回もこのシーンないな。戦闘シーン一回もなかったけど、今回のパートで初お披露目。こいつ自体が何、的になってくれたってことか。いや、言うて、あれかな、 NP ないのか、 NP ないから今の行動を取ったってことか。
て、ドラゴン池にして、まあ戦ってもいいか。まああとはヨヨのあれだよな、魔法もぶちかましたいよね。まあゾンベルトで、まあさすがに倒せはしないと思うんだけど、おお、ごっついな、名前の割にごっつい、強くね、これ敵死んじゃう。え、なんかこうキャラによってなんかモーション違くね、てか強くね、ウニウニブース。ああ、ヨヨの召喚獣出したかったんだけど、ふん、ほう、補給庫なんかくれてやる。ああ、いや、ヨヨの技で勝ちたかったな。いや、まあ想定してたよりも技が強かった。いや、てか何気にあれか、人間が戦ったのも初めてじゃないか。いや、人間てか、マテライトだっけ、マテライトが戦闘参加したのも初めてだってような気がする。で、みんなレベルアップ、いいね。これ次のレベルまでいくつかみたいなのって見れたりすんのかな。で、夢ではないのね、クリアからの、神竜の伝説。はい、ということで新しいチャプターだね。またこのシーン。これは何、左側の奥の方にあるやつに行こうとしてたってことなのかな。第7章神竜の伝説。 なんとかラグーン、何ラグーンって言ったっけ。だからヨヨのおばがいるところに向かってるって話だよね。おじさん気づいてくれた、わし神竜パリトラを召喚できるようになったんだよ。姫の近くにいるとまるで自分が神竜になったような気分になって力がみなぎって、ダメ、わし浮かれてる、借り物の力で強くなってからってこんなに浮かれちち、ああ、わしまだうだうだしてる、爽やかにならなくっちゃ。おじさん頑張ろうね。そうじゃ、洗濯は人の3倍頑張るんじゃ。こいつら何歳ぐらいなんだろうな、昔からの付き合いあるのかね。ホーネット船はキャンベル、あ、そう、キャンベルラグーンって名前だったな。周囲を回っているからいつでも行けるぞ。今回はドラゴン親父のところから出撃してくれ。また出撃しなきゃいけないの、こいつ。空が、空から見るキャンベルもいいもんだね。私はキャンベルの出身でね、いや、やっぱり懐かしいもんだね。あんた姫様とお城へ行くんだろ、その間私は街を回らせてもらうよ。あの子は元気にしてるかね。あの子っていうのはヨヨのおばにあたる人のこと言ってるのかな。こりゃ何をのんきなことを言っておるんじゃ。その前にわしらはグランベルス帝国をキャンベルから追い出さねばならんのじゃ。分かってるよ。おお、横移動した。ところでゾラ、ヨヨ様をおぶったという話を聞いたが嘘じゃろうな。本当だよ、誰から聞いたんだい。なに、本当にぶったんじゃな。許せ、絶対に許せ。だったらどうするんだい。これ私はどうしようってんだい。言ってみな、待てないと。あんたもぶたれたいのかい。逃げてる。嫌じゃ。悔しい、後で隊長に八つ当たりじゃ。この。で、隊長。いよいよであります、キャンベル解放であります。補給庫を破壊したとはいえ油断は禁物であります。補給庫破壊したんだったらさ、アイテムめちゃくちゃ増えてるとかそういうことないかな。念入りに準備するであります。キャンベル解放の暁にはわしは解放軍の指揮官として英雄扱いじゃ。そうなれば計画もバッチリじゃ。何の計画だったんだこいつ、何の計画かをようわからん。で、ルキやからこれ。あの子たち、今が戦争中だってことをすっかり忘れてるわね。あの子ってあいつらか。真ん中の下の方にいる、なんだっけ、ユーフェミアだっけ、名前忘れた。伸ばし棒入ったよなお前。あ、エカテリーナか。おじさん、アナで、アナスタシア。
ねえ、ホーネットの好きなもの聞いてきてくれない？自分で聞きに行け。それくらいしてくれたっていいと思うわ。おじさん、こいつら二人ともホーネットに惚れ込んでるとかそういう感じなのかな。この間からビッケバッケが変なんだよな。まあキノコの感じでおかしくなってるよね。ビッケバッケは何か隠し事してますね。まあ三兄弟、荒れ果てた土地で育った三兄弟だから何か感じるもんはあるんだろうな。で今ここのセンダックの部屋には誰もいないね。で準備を整えたいな。もうちょっと強化したいところだよね。回復アイテムもまあまあなくなっちゃってるから何？ 3 人で反復横跳び、みにゃ、一緒に踊るとはタフな子だぜ。まにゃ、メロディアはいい子だぜ。動かなくなっちゃったんだけど、私プチデビ大好きなの、もっと増えたらいいのにね。いやー、増えても役に立たないぜ。しょっぱい人たちの迷惑です大丈夫だよ、メロディアが陽気に聞かせるから。はい、選んだら、わい、そしたらみんなで踊ろうね、おじさんもだよ。嫌だよ、こんなダセー踊り踊るの。そもそも踊りなのか、ただの反復横跳びにしか見えないけど。久しぶりのキャンベルだ、なんだか落ち着かないよ。これ女部屋だけどさ、左側誰もいねえのか。あいつ誰？ルキア、さっき上にいたよね。ルキアと似たような見た目のやつ誰だお前。ディアナ、全然印象に残ってないんだけど。白魔導士かこいつ。ちょっと知ってる？あのどっちがどっちか分かんないランサーの二人組の話。ユウ様が戻ったお祝いにお部屋の前でいつものやつやってたんだって。母親が登録王のやつじゃないの？ランランランサーやりやりっていうやつ。そしたらゾラにうるさいってぶたれちゃったんだって。一人はお母さんのことを思い出してホームシックらしいのは静かでいいんだけどさ。いや、セリフ変わってねえなこの辺のやつで、寝てる子。フレデリカ、私は大丈夫です、薬があれば。あんまりあれだな、身にならなかったな。もうちょっと会話の内容に進展とかあればいいって思ったんだけど。で画面切り替えたらあいつら踊ってるんだな。でここであいつの汗みたいな手に入れるんだけどね、ちょろちょろ手に入れられるから。でフルンゼがまた落ち込んでる、おじさんが新しいランサーが欲しいよ。むしろおじさんが新しいランサー役になればいいだろう。おじさんさ、これは覚えておきましょう。あのですね、この世界ではたとえ戦いで負けても諦めてはいけないのです。その戦いで手に入れたアイテム、お金、経験は必ず残るのです。まあだからいつでも強化することはできるってことね。やけにならずに続ければドラゴンも我々も強くなるってわけですね。まあ、ポケモンとかでもそうだよね。お金半分になっちゃうけれども、その敵倒したことによって得られた経験値はそのまま継続されるから、まあ要はデスルーラーするってことだよね。デスルーラーしても経験値は残るみたいな、そんな話をなる。で軍曹、対象殿どう思われますか？なんともかんとも対象殿は昔はああではなかったんですよ。ボリーボリー、マハル騎士団の隊長としてみんなから慕われていました。しかし、長い話になります。いつかお話しする機会もあるでしょう。うわぁ、くぅ、かゆいな。鎧は蒸れるんですよ。もう一個の選択肢選んだらどうなってたんだろうな。出てきてくんないよね。まあ、軍曹のちょめちょめいただいたぐらいで特に得られるものもなかった。X デーブの話聞きました。彼はやりやりができるなら相手は誰でもいいんですそれで落ち込んでんの？僕たちの友情ってそれだったらおじさんがやるわけにはいかんよね。でこいつは商人だっけ。こんなのありますけど、いやもう公開日誌とか修正ノットってもういらないっちゃいらないんだよな。あ、でお金すごい増えてるね。1万7000円まで増えてる。で毒属性の強化はここでできるよな。言うて他のキャラも毒属性にするのもどうなのって感じするんだけど、まあ同じだよね。キノコ売られてるってだけだよな。いや現状手に入れた、まあ、氷とかのアイテム、あれをまず食わして、まあ、話はそっからだよな。いやー、でできることなんか回復魔法とかも他のやつに覚えさせてやりたいんだけどな。そういうのってできねえのかな。あ、聞きにマテライトさんもよくいらっしゃるわ。他のキャラも何どうなの、マテライトが話しかけに来てんのかな。売られてるものは変わんない感じするけど、
ただの仕事関係ね、などと昔おった、買い物ですか。なんなのこれ。ジジイババアのラブコメが始まろうとしてるのか。あ、待って、これドラッグロックってもしかしてさ、これ食わせれば、他のドラゴンも回復魔法を覚えるんじゃない？ワンチャンその可能性あるな。だとしてもだ。いやー、これ買った方がいいかな。誰かに装備させて、持ち物として装備させれば、フィールドマップ上で MP 消費使わずに回復できるみたいな、そういう能力があるのかもしれないな。1本買うか。1本買って、いやー、無駄な買い物になったかもしれない。ちょっと待って、これヨヨとかに装備できないかな。ロッドでしょ？魔力80、めちゃくちゃ上がるな。はいはいはい、まあドラッグロッドでいいんじゃない。うん、いや魔法使いパーティーは基本的に、いやでも待て、ファイアロッドくらい装備させとくか。ファイアロッドにしたとしても魔力は上がるよね。単純な魔力が上がるんだとしたら、上がるもんな。いや、ファイアロッドでいいか。これがディアだね。まあ、俺の中でだいぶ印象の薄いキャラなんだけど。で、フレデリカ。言うて、さっきの戦闘で一回も。お、ちょっと待って。よからぬことが一瞬起きてしまった。よからぬことが起きたけれども、うまいこと多分編集したと思う。で、今画面出てたのかな。で、まあいいや。で、ファイアロッドを装備させて、センダックも、装備できるんだったらファイアロッドの方がいいよね。いや、でもこれあれか？適正選んだらファイアロッド装備させたら元に戻ったりとかしてないかな？どうなんだろう？槍とかって上がるね。呼吸とす水属性の槍、まあ人間が装備できるんだったら何かしら装備してもいいかもしれないよな。上がるね。まあ、バーニングアクスでいいと思うんだよ、この攻撃部隊は。いや、これによってあれなのかな、使える魔力も上がってるけど、いや今のであれかな、あいつ装備させるか。え、これによって自分が使える魔法とかも変わるのかな。おじさんこれでアイス属性になったりとかするのか。まあ、攻撃力の高いトゥルースをより強化した方がいいよね。もともと59でしょ。あれでもこいつの方がラッシュの方が高いな。でもあんまりさっきの戦闘ではダメージ与えられてなかったんだよな。で武器防具に関しては、もうみんな強いやつに変えた感じはするよな。いや、フレームベストまだあるか、装備してないか。フレームベストっつうのは、この子たちが、誰装備できるやつだ。ローブでしょ。ヨヨとか。いや、ヨヨ違うか。フレームベスト誰の装備品だ。ああ、こいつらか。いや、言うて装備してるから。あと何、おじさんたちか。いや、この小鎧みたいなやつはランサー専用装備か。あ、ルキアがあれなのか。ルキアが戦闘から外れたのか。ちょっと待って、フレームベストは
装備可能なジョブで、これルキアとランサーと、あれ誰だ、ディアナか、あれ入れたちの人誰だ、女だったよな。いやでもディアナ違うよな。いやあれ誰なのか分かんねえ。え、パーティーメンバーでも、いやもう分かんねえな。いやもう謎だ、謎のキャラ。もう俺の中で把握全くと言っていいくらいできてないからな。まあしゃあないわ。でアイテムや、え、プチネベがいないと静かでよろしそうだな。回復系もそうだよね、変わらないよね。70あれば十分か。マジック陣ね、いや多分最大 MP 増やす系のアイテムだと思うから、4くらい買ってもうちょっと攻撃魔法でガンガン行ってほしいキャラにマジック陣も食わすことにして、こいつの MP そんな高くないよな。さっき枯渇しちゃったから餌あげて、まあ、軍曹のチョムチョムあげるか。まずこれ下上がるとかだったっけ、あのハテラが上がるのか。で、まあ、氷属性だから氷あげて、いや氷の草も1個しか手に入ってないの切ないよね。でマジック陣 MP 何個いくつ上がる ?10 上がるのか。で、もう1個上げてもいいか。はいはい、これで97まで増やして、他の魔法キャラも、言うてこいつって魔法使えるけど、隣接だよな。まあ、2個上げて95にして、あとはでもみんな MP かなり高かったような気するよ。100だもんな、多分100が上限、ぽいよね。いやまああげるか、ちょっともったいないかもするけど。え、107100上限ってわけじゃないんだ。なんだ、じゃあいっぱい買っていいじゃん。いやでも炎とかの、いや待って、こいつそもそも1回も変身してないんだよな。なんかしら鎧とかあげたらさ変身するかな。変身はしないな。変身しないのかな、こいつだけだよな1回も変身してないの。火属性、増えてないし、あの火水雷とかそれぞれ100-03になってるけどさ、これはやっぱ上限100なのかな。まあ、ロットも食わして、お変身くる。あーちょっと見た目がダサい、ホワイトロプロセスになった。これで火の上限さらに上がったりしないかな。101とか107とかなんないかな。 MP みたいに増えたり、あーしねえな、やっぱこれが上限か。まあこんなんでいっか。んでこの子、まあ、言うてこいつだいぶ強いからな、もうこれ以上強化してもどうしようもないような強さになってるような気するけど、いやちょっと考えよう。こいつは十分強い。いやてか攻撃力ってどこの部分が反映してるのかよく分かんないんだけど、ストロング69でしょ、ストロング54、ぶん殴りってことでいいのか。ストロングはストロング29、いやなんならこいつストロング一番低いわ。
ストロングを上げるには、あ、これでいいのか。武器を上げればストロングは上がる。攻撃にさらに磨きかけようぜ。88、いいぞいいぞいいぞ。納金になってきてる。で、まあ、無属性の武器とりあえず食わして、はい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 。でも雷も上がるんだね。いや、雷も上がるんだったら他のやつに食わした方が良かったかもしれない。で、こいつに、まあいいか、バーニングアクス食わすか。まあサンダーホークも言うて攻撃系のキャラだから、で、あとはサラマンダーがやっぱ打たれ弱い感じするから、まあシルクのローブを上げて、お、また進化すんの。あー、なんかちっちゃくなっちゃったけど大丈夫。プラチナモルテンになった。はい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 。いや、炎の草とイカズチの草はもういいや。それ系はこいつに食わすとして、炎を食わして、で、一応火あげて、で、イカズチ食わして、で、イカズチもあげて、まあこんなもんか。あとは HP あげたとしても高か知れてるからな。2815でしょ今のやつ。ちょっと HP 低いな。ドラッグあげるか。ドラッグ10個くらいあげて、まあ気持ちね、気休め程度だけど。で、万能薬も10個くらいあげて、まあ気休め程度だよな。さあ、これで多少なりとも強化はしたから、ドラゴン親父に話しかければ進展するのかな。風の知らせじゃ。耳を澄ませ、おじさんよ。風の声を聞け。どうした？キャンベルでもう一人の、川柳隊隊長がお前を待ってるというのじゃ。新しいなり、新キャラが仲間になるのかな。そうじゃ、さっき飛び降りてきたホーネットから聞いたよ。ここから突撃。うん、いいんじゃねえか、出撃しちゃおう。で、寄り道もできんのか。ちょっと寄り道するか。いや、でもこれまた同じ感じ。いや、まあいっか、ちょっと寄り道しちゃおうか。特に面白みも何もなかったら全部カットしてると思うわ。なんか新しいの覚えてる。ドラッグヒットレベル1。いや、まあ使うか。あんまり強くない。これでも何、吸収みたいに書いてなかったか。今のでドレインの効果あるのかな。敵にある程度その敵からダメージ食らってたら回復できるみたいな。で、サラマンダーもこの姿で初のお披露目。まあ、言うてこのヘルファイア11発ぶちかますことできるから、あれ、なんか敵もちょっと強くなってない。元の HP ってさ、1000以下だったような気がするんだけど、なんだ、敵も強くなってるのか。で、っていうかこのフィールドってさ、いや前と変わらずだよね。前と変わらずだわ。他どうなの。まあ、移動して白クロマとかは変わってないか。バリトラもちょっと強くなってる。まあこんな感じか。やっぱそういうことだよね。はいはいはい。これで倒して、で、命の草ドラッグってことは、これで
回復系の技、まあ、命の草を手に入れることによって、これを誰かモルテン以外のドラゴンに食わすことによって回復魔法とかが使えるようになる可能性がワンチャンあるってことなんじゃないか。今たまたま毒タイプのあいつ出てきてくれたおかげでこういうの覚えれたからラッキーよね。覚えれたっていうか入手できたからラッキーよね。楽勝だったぜ。まあ言うてやってもやらなくてもどっちでもいいっていう感じだもんな、この寄り道モードは。まあ命の草、まあ命タイプの魔法の強化方法分かっただけでもまあメリットってことで、もう帰ろうか。いや、どうしよう。とりあえず命の草を1個とりあえず食わす。じゃあおそらくこの5338のステータスが上がるよね。はい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 。でこのステータスをまあこいつでいいか。いやでもこいつある程度分かってるんだよな。いや回復魔法とか覚えてくれんのかな、まあ、どっかのタイミングでもしかしたらうまいこと覚えてくれんのかもしんないけれども、その辺は分からん。で炎の草手に入れたからとりあえずこいつ強化して、まあこんなんでいいんじゃないか。で出撃しよう。まあ寄り道も終わって適正にして、これ装備どうなってんの。あーアイスのアイスが一番適正って扱いなのか。いや装備品は変わんないんだな、適正選んでも。うん多分変わっていないはずってことで出撃をして、おーまた壮大な雰囲気の空島。俺様のキャンベル、お前らの国渡さんぞとか言ってるけれども、あゾンベルトの撃破が勝利条件。これ確認できないんだよな、勝利条件ってな。で、時間もいい頃合いだから、一旦、またこの辺でテンポラリーセーブをして、次、ここの、まあ、壮大なステージやっていくことにしようかな。つうことで、終えるぜ。次回に続く。